はい、機内でもできるエコノミークラス症候群を防ぐ簡単な、ストレッチ方法をご紹介していきます。エコノミークラス症候群は長時間同じ体勢が続くことによって血行が悪くなるので起こりやすくなります。ですから今回はですね、この座席の上でもできる、胸のストレッチを紹介していきます。まずはですね、少し座席の前の方に座りましょう。肘を背もたれにぐっと押し込むようにして、胸を突き上げる。このようなストレッチを行っていきます。ポイントはこの肘ですね。肘を外側に開かないように、しっかりと脇を締めて行うことです。そして注意点は腰がクッと反らないように胸にですねいっぱい空気を入れるように突き上げていきます。呼吸に合わせながらふー吸って目線を上に上げて胸を大きく開いて、ふう、もう一度吸いながら胸に大きく息を吸い込むように、ふう、そうですね。ゆっくり呼吸に合わせながら胸を大きく開いていってあげてください。はい、このストレッチはまめに行うこともポイントですから。1時間に1回必ず行うようにしてください、ね、あなたが楽しい旅行にするためにもぜひね、やっていきましょう。